あの震災当時本当に中学生高校生幼かった子たちが10年以上経つとやっぱりそれぞれが強い思いを持って今度はこうエールを送られる側からエールを送る側になる方々もいて、あのそういう強い姿にあの胸を打たれましたし、うん、みんながみんなその前向きに、ね、なれるっていうことは何年経ってもないんだと思うんですけれども、そういった若い力っていうものに私も胸を打たれたので、ぜひ皆さんにそういったところを感じていただけたら嬉しいなと思います。13年という時の尺度はみんな同じなんだと思うんですよ。なんだけれどもやっぱりあの震災のあの日からご自身の心の中で時計がこう進んでない方っていうのももちろんいらっしゃるし、前向きに未来に向けて動き出せる方もいらっしゃるし、時の流れは13年なんですけれども、やっぱりその皆さんがあの日をどう捉えて今を生きているかっていうところのスピードはこうまちまちで、各々と今も向き合いながらあの生きて生活してらっしゃるんだなっていう、クリアになったっていう嬉しさとか、そのモヤモヤしてた言語化できない悔しい悲しい、うん、日本で応援している人を忘れないでほしいっていう思いを込めてつながりっていう漢字を書きました。辛い記憶でもあのこうの震災特番であったりこういったタイミングを機にお話ししたいって思ってくださってる方の言葉であったり思いを少しでも多くの方に伝えられたらいいな、そのお手伝いができたらいいなというふうに思っています。東日本大震災13年、 N スタつなぐつながるスペシャル、3月10日日曜日午後3時放送です。ご覧ください。空に舞う色とりどりのタコ、街が平和になりますように。ガザと被災地13年、Nスタスペシャル命、10日午後3時。ときめく時を TBS。